それでは次に、大学生における小中事故につきまして、青木文化委員の方から説明させていただきます。失礼させていただきます。それでは大学祭に伴います鑑賞に関する小中事項をご連絡させていただきます。鑑賞の時間につきましては本日ですね、21日は午後3時までとなってますのでよろしくお願いします。また明日22日ですね、その日は必須の登校日ではございませんですけども、実践の場の日ということで各学科がいろいろと取り組みをされます。また定期発表もされます。でぜひ投稿いただいてご覧いただきたいと思います。また大教室ではですね、学生およびサポート隊の協賛によるステージ演芸も開催されますので、先ほども文化委員長の方から挨拶の中にもありました通り、ご家族ですね、お友達、知人、お誘い合わせの上ご鑑賞くださいますようお願いいたします。なお明日はノーカーデーとなってますので、先に行動に申請されまして許可された人以外では車で登校は禁止になってますのでお守りいただきたいと思います。最後の日の23日はですね、ステージ発表の日で1年生は 学習の成果発表を、2年生は課題学習発表を行います。3日間を通じて大学祭の定期発表は日頃のですね、学科やクラブ作品を見る機会が少ないと思いますので、他の学科の学習内容を知る上でも非常に良い機会であると思いますので、十分にご鑑賞くださいますようお願いいたします。また鑑賞される際に関してはですね、他の方の迷惑にならないように鑑賞されるとともに、展示発表の作品につきましてはお手をもぐれないようにお願いしたいと思います。展示の場所につきましては先に配布させていただいてます大学祭のチラシの方にも載せてますので参考にしていただきまして、できるだけ多くの作品をご鑑賞いただきますようよろしくお願いしたいと思います。以上で大学祭の開催に伴います小中事項を連絡を終わります。ありがとうございました。それでは、これにて、本日の大学祭開式を終わりたいと思います。この後はですね、時間たっぷりありますので皆さんいろんな在校生同士でいろんな交流をされて、楽しいひとときを送っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。